出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。これ、ちょっと気になっていたんですけども、釣り具屋さん覗いたらですね、ポロッと売っていて、あ、初めて売ってるの見たと思ってね、一つ買ってきてみましたっていうのが、このジャッカルの渚 65SP っていうことで、愛知系のルアーってね、ほんと今年いろいろ出ておりますが、ジャッカルね、愛知系といえば、まあ結構ね、もう序盤というか最初の頃からね、ジャッカルがいいのを出してっていうか、まあこの愛知系っていうジャンルをね、引っ張ってきたんじゃないかななんていう印象もあるので、そのジャッカルが満を持して出してきた新しい愛知系ということで、がぜんね、ちょっと気になるなと思ってね、購入してみました。こんな感じのパッケージ、あ、なんか説明がいろいろ書いてあるので、そこも後で見ていきたいと思いますが、早速でどんなルアーか開けていきたいと思います、ね、こういうパッケージなんですね。で、色がね、すんごい綺麗、ね、で出していくと、わあ、すごい丁寧なこういうパッケージで、さらにさらに、どうなってんだ、これこうか、こう開けると、はい、出てきました。このね、もう何にしても形が崩れないように、こう徹底的にね、丁寧に梱包されているなぁなんていう印象がありますが、はい、渚ね、うわぁ、すんごいね、繊細な小型なボディにこれでもかっていうね、いろんなギミックが搭載されて、まあ、ここの出っ張りとか、あとこの尻尾の付け方なんかもね、ちょっと気になるところですね。そして、顔周りはこんな感じね。いやー、やっぱりワームには出しきれないなんていうか、こうリアルな雰囲気っていうのが、こういうプラスチックモデルにはありますよね。ワームでもね、結構愛知系の気になるやついっぱいどんどんね、繰り出してますけど、プラグだとね、こういう感じですね。で、針はね、これすんごい、これフッ素加工でいいのかな、ん、どうだろう、すんごい鋭くて小型の針がついておりますが、あ、ここのマジックアイが搭載されてるってことは、これガマカツの針かなね。はい、こんな感じのプラグでございます。後ろにはね、なぎざって入ってますけども、まずね、裏を見ていくと、愛を極めるプラグ、究極の愛字を求めて進化を遂げた愛字系プラグ、それが渚です。ワカサギ等の日本のベイトフィッシュに近い形状と大きさを追求、フィールドを選ばず食わせに長けたシルエットに仕上げました。どんなスピードでも愛字を崩さないボディバランスと、ソフトマテリアルテールによってバイトのチャンスを向上させます。また水面下15センチ以内をデッドスローでアプローチでき、水面直下の気難しいバスを攻略するための新たな一手として活躍してくれるでしょうということで、この気になるスタビライザーね、リアフック部に設けたスタビライザーはどんなスピードでも I 字を崩さず一定レンジをキープできます。で、このソフトマテリアルテールについては、食わせ能力が高く微波動で追ってきた魚のバイト率を向上させます。で、リアルダイイングアイね、これ目のところですね、瀕死の小魚の弱々しい目玉を忠実に表現。で、最後ナチュラルフィッシュスキン加工、小魚の体表をリアルに表現ということで、水温12度においてのサスペンド仕様、ラインの素材や太さ、水温によって浮き沈みする場合はウェイトを張るかスプリットリングのサイズを変えることで調整可能ですということで、で、あ、ここちょっと大切ですね、本製品の、テールはエラストマー製です。色移り、色落ち、妖怪のトラブルの原因となるため、他のハードルアー、ソフトルアーと一緒に保管せず単品で保管してください。このね、繊細なテールが
ワームとかとね、一緒に保管したりするとね、溶けちゃったりね、するので、まあ、気をつけてくださいねっていうことですね。っていうことで、ざっとこんな感じで見てきたんですけども、65SP っていうとね、今年はもう本当いろいろなルアーが登場しているので、ちょっとね見ていきたいと思うんですが、まずこの渚があって、で最近買ったところだとこれも65ですよね。デプスのワカサギベイト、これはねサスペンドじゃなくて 65S なんですけどもね、サイズ感とね、こう愛字で引っ張ってくるよっていうね、まあテーマは似たようなテーマなんじゃないかなね。でこういう柔らかめのテールがこっちは搭載されていて、でこっちはねこういう素材のね、テールが装着されていてっていう、まあ、使い方は一緒ですね。それとあとは、これですね、先日送られてきた、IRO ね、これも65で、これは、サスペンドモデルなんで、まあ、ここら辺は、ガチでライバルだなってね、スタビライザーみたいなのもついていてっていう感じで、これもねサスペンドモデル、ちょっと一個ね開けて見ていきたいと思いますけども、これ今活ですよね。はい、リアルな塗装とね、この目玉の雰囲気とかね、あとはスタビライザーがついてるよなんていうところは、渚とちょっと似てるところもあるんじゃないかなと思うんで、並べてみたいんですが、はい、こんな感じですね。もうカラーリングはね、どちらもね、こう、こだわりのこだわりって感じですね。ここに、デプスのワカサギベイトがいたりして、あーやっぱねこれ並べて持ってみたかったんですけども、全部やっぱ何なんですかね、この 65mm 前後っていうのが肝なんですかね。各もルアーメーカーで愛字系こだわって作るってなると、まあアンダー7センチで、まあまあ 65mm で、そんでもってこのお尻の方はどうにかこう微波動であったり、ふわーっとした何か動き続ける要素を入れてみたりとかね、そんな感じで、作られてるんじゃないかななんていうのが印象なんですけども、これもねちょっと気になっていてなかなか買えなかったんですが、いよいよ手に入れることができたんで、ちょっとねまあいろいろな釣り場に持って行って、それぞれのね、違いみたいなのも今後ね釣り込んでいければななんていう風に考えておりますよ。まあこっちはねフックが2つついていたりとかね、いろいろまあ細かい違いはあるんですけども、まあこの渚以外のこっちのルアーはね結構ね釣り場で実際に投げてみてなんていうのはあるんですけども、ここのところでいくと、こっちはねやっぱスタビライザーとかがついていて、愛字でこうふわーっとね引っ張ってくるね、それで下から魚を自然に沸かせるっていう印象があって、でねこっちデプスのですねワカサギベイトはもちろん愛字系ですってね、引っ張ってこれるっていうのはもちろんなんですけども、スタビライザーとかがついていない分、そのねトゥイッチングとか、まあちょっとしたジャーキングみたいなのを入れた時にすごいねキビキビと横に飛ぶんですよね。だからどっちかっていうと、なんていうのかな、ジャークベイト的な要素が強いのかな、まあもしくはそう使いたいよっていう時は使えるななんていう印象があって、まあそこら辺がねこの2つでいくとちょっとした使い分け、あと重さの感じもね若干違うので、まあこっちはシンキングでこっちはサスペンドっていうのもあるんですけども、そんなところでまずはねこの2つは使い分け、出しどころが変わってくるななんていう印象があって、そこに来てこのね、ジャッカルの渚が来るので、ちょっとね楽しみだなってね。でまあなんかいいタイミングがあったらね、それぞれ、まあ、小さいルアーなんでこう3本持っていって、あれ投げてみてこれ投げてみてなんてね、やってみたいんですけども、まずはまずはですねちょっと開封してみてどんなルアーかとね説明書きをちょっと見てみました。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、ジャッカルからね新しく登場した愛字系プラグ、渚65SP、 これをね開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。